はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。ヘッティブログです。松坂市にやってきました。そうです。松坂市にある五条番屋敷、だからお城があそこにあるんだよね。上にあったね、昔。今はない。おお、なんか可愛らしい。一般公開されてる昔ながらの日本の家って感じだね。重要文化財だよ。昔ながらの日本の家だね。わあ、古民家って感じ。あ、ここでいろいろ読めるよ。ただやっぱり呼んでくれないよね。こんにちは。普通に人が住んでる家があるよ。 あそこもだって名前ついてるから。え、そこも住んでるじゃん。えすごいね。じゃあここ普通の民家ってこと。こういうところに住みたいけど。あ、もうほとんど住んでんだ人が。だから洗濯物干しちゃったら嫌だけどねすごいね。まあね、昔もここで住んでたよね、うん、侍が。てかここに住んでる人ちょっと嫌だね。観光客がここ歩くじゃん、ちょっとうるさかったりするしね。俺らみたいに今喋ったりする。そう、だからちょっと静かにして。この 上に登って上からここ見てみたら綺麗なんじゃないかってね、うん、ちょっと運動します今から運動。松坂城の跡、だから松坂城があったから、この木も桜だし、下の木も全部桜だし、周り全部桜だから。おい、触るな桜変な外国人、触るなはい、逮捕国外通報、はい、バイバイ。レナが階段を上がって、なんか見に行きました。さよなら。はい、帰ってきました。なんでよかった。はい、よかった。行かなくてよかった。よかった、待っててよかった。生き物。松坂に来た理由は、うん、松坂牛を食べたいからです。今日はすき焼き牛銀。めっちゃ有名なレストランで、ね、めっちゃお金のかかるタカのおごり。え、ランチ、タカのおごり。というわけでここから車に乗って行きたいと思います。はい、というわけで出発です。今ちょうどさっきのさ道通れるから取っていく。あ、なんかヨーロッパって感じ、この石畳が。この乗り心地したいい感じだ。うわいい感じじゃんこれ。毎日例えば帰ってきてこの道通って駐車場止めてただいまって、あのいい感じだね。うわ住みたいなここね。うわすごい、牛銀の看板がめっちゃ出てる。もう街が牛銀に買収されてるよお金持ちだねこのレストラン。曲がってください。左の右、牛銀のサインを見ろ。確かにこんなに牛銀のサインがあって迷ったらそれは奇跡だよそうだよ、なんか可愛らしい牛銀本店。あ、本当だ、来ましたよ牛銀本店。待ってるじゃん人。ここ駐車場左。あ、でも空いてるよ。はい、というわけで牛銀さん着きました。どうぞいらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。お料理が、お肉、お野菜、はい、お肉、お野菜の順番で焼かせていただきます。はい、はい、お願いします。それではね、お肉焼かせていただきます。モリモリ。はい、ありがとうございます。めっちゃ大きくない。こんな感じで。いい匂い。幸せ。いただきます。
なんか、一気に食べるのがもったいない、うん、一気に入れて口いっぱい入れた方が幸せ感が倍増するよ。何お腹いっぱい、私のお肉を見て危ないよ、うん、これ何ですか、しぐれ煮か、はい、あ、美味しい、飲んだらしますね。本当はシャキシャキ、だからいい感じじゃないでしょ、ね、看板残ってて肉巻きご飯、パカが遊んでるってこと、いや遊んでない、食べ物で遊んでるって見てこれ、おー、うまそう、あアホかくれないか、うん、これは幸せだ、ね、うん、だいぶお腹いっぱいになってきたね、ちょうど今、お肉と野菜、お肉と野菜のラスト野菜、2回しました、そういやね、お腹いっぱい、お肉1人 140g って言った、そう、普通に多い、美味しい、これおすすめだわ、ただ、席数もそんなに多くなくて予約して来ると、これ何やってんそういう食べ方じゃないよ言ってたけど、卵をご飯に乗っけて食べると抜群に美味しい、いや、それいらん、何キーキーって何、俺かけるよ、どうぞ、絶対美味しい、これ野菜も残りを、いや、いらん、それはちょっと生卵すぎ、おほほほ、いや、絶対やった方がいい、これ、よかった、ご予約して今日、うん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 、ごちそうさまでした、ね、ごちそうさまでした。じゃんけんしてよ。No。日本の男気じゃんけんで知ってる、うん？勝った方がお金払う。勝った方がお金払う。勝った方がお金を払う。なんで？そういうルール。よし、行くぞ。最初はグー、じゃんけん、ポッ。はい、こうでしょ。動けないぐらいではないけど、うん、美味しく上品に食べたって感じ。そう。で、これ、さっぱりのシャーベットとお茶がめちゃめちゃ合う、最後の締め、完璧、じゃあそろそろ行きますか、うん、お会計、お会計は預けて忘れた、わざと車のトランクの後ろに入ってるジャケットのポケットの中に入ってる、わざと忘れた、ね、カードケースがございません、あとはとりあえずレナに払ってもらって、後で現金渡すわ、タカにあのお金ないから皿洗ってもらおう、皿洗いで償うってこと、そうそうそう、この会期の価格を皿洗おうとしたら1ヶ月ぐらい皿洗わない、そうね、気がする、間違えた、こっちだった、もう外国人もう外国人すごいね、昔ながらの建物だね、古民家って感じ、牛銀本店さんのすき焼きです、超めちゃめちゃ美味しかったよ、うん、ぜひおすすめですね、たまにしかできないというわけで、おさっきの中井さんとかがあの出てきてくれてる、案内してくれます、ごちそうさまでした、ありがとうございます、ありがとうございました、これはサービスだね、わすごい、まだ今頭下げてくれて、まだ見てらっしゃるよ、やばこれあれじゃない、鏡に映ってるよ、これもしかしてあの道曲がるまではさ、お見送りしてくれるんじゃない、やっぱ私たちはお腹いっぱいで今から帰ります、そうね、松坂の動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください、チャンネル登録してない人はよろしければチャンネル登録もお願いします、はい、また次の動画で会いましょうね、バイバーイ